この前ですね、あのー、まあ、昼間、なんか寝不足の状態で、あのー、まあ、仕事終わって、まあ、家帰ってきて夜っていうか、夕方ぐらいですかね。それで、まあ、いつも寝る時間っていうのは、だいたい12時とか1時とか、遅くなると2時過ぎとかに寝るんですけど、その日は、もう、 なんか、体も疲れて、すごい眠くて、10時ぐらいに寝たんですよ、夜。夜10時ぐらい寝たのが、もうね、何年ぶりぐらいかっていうかね、もう記憶がなくて、そんな早く寝た時間が記憶ないんですけど、それで夜10時ぐらいに寝て、朝8時ぐらいに起きたのかな。それで、10時間ぐらい寝たんですよね。 10時間寝たっていうのもなかなか記憶がないっていうか、うん、普段っていうかまあ、6時間くらいですね、寝るのは。それで、7時間、8時間寝ればまあ、ね、長い方っていうか、寝た時間っていうか、それで10時間寝たっていうので、まあ、体もね、まあ、結構、スッキリっていうかしてて、それで、 昼間働いてたんですけど、その、ね、全く疲れないんですよね、その、やっぱ10時間寝たっていうのもあって。疲れないで帰ってきて、まあ、ふは結構疲れる時はあるんですけど、で疲れないで帰ってきて、まあ、夜ね、あの、まあね、こう、ぐっすり眠れるかなと思ったら、ね、 10時間寝たせいだと思うんですけど、全然眠れなくて。そう、全然眠れなくて、夜中のね、1時、2時まで眠れないっていうね、不眠みたいな状態になったっていうのがね、びっくりしましたね。こういうことあるんだなと思って。ま、10時間寝て、まあ、人によって違うと思うんですけどね、そういう、体、ね、 の体質とか、体を動かした仕事の後とかっていうね、全くね、なんか10時間寝た後っていうのは不眠っていうか、えー、なりましたね。まあ、体、その疲れなかったっていうのがすごいなと思いましたね、10時間寝た後。うん。だから皆さんもね、10時間ね、どんな感じか試してください。